マイコさん、そういえばダイバースタジオでミラージュを倒した時、こんなものを拾ったんですけど。これ流石のかけらじゃない。いつきくんが見つけたこれは流石と呼ばれるもののかけらよ。流石？それがあればチキの記憶が戻るかもしれないわ。本当か？じゃあチキのところに行ってみよう。チキ！あ、お兄ちゃん、それにみんなもどうしたの？チキ、これを見てほしいんだ。石？どこかで見たことが。何これ、私どうした？チキ、チキどうしたんだ？チキ、カフェって美味しいな。寝てるだけですか？みたいね。よかった、ドキドキしたよ。チキちゃん、まだ目を覚まさないね。ああ、流石ってやっぱ危険なものだったんじゃないですか？大丈夫だって言ってるでしょ。流石がチキにとって害であるはずないわ。きっと流石のかけらのせいで急に記憶が戻って頭がオーバーフローしたのよ。記憶が？おそらく流石のかけらはチキの力や記憶の中心となるものなのよ。そうなんですか？5年前のコケラ落とし消失事件の時にチキの流石は砕かれたんだと思う。私は昔そのかけらの一つを手に入れたの。その直後私はチキと出会った。出会った時チキは力と記憶を完全に失っていたわ。その時私が持っていた流石のかけらに触れてチキは力と記憶の一部を取り戻したのよ。流石がチキの記憶と力に関わるものだとして、あのチキというウタロソフトは何だ？まさかチキと無関係ではないだろう。いい質問ね、ヤシロ君。ウタロイドチキはチキをこの世界に留めておくための要よ。私が持っていた流石のかけらはたった一つ。取り戻されたチキの力はあまりにも微弱で、彼女は自力でこの世界に存在を保てなかった。チキをこの世界に存在させ続けるためには大量のパフォーマが必要だったの。だから私はチキを作った。人々から支持を集めて熱意というパフォーマを分けてもらうためにね。そうやってチキは実体を維持しているわけか。ザーリアにも協力してもらったり試行錯誤してね。これで質問の答えになったかしら？ああ、十分だ。前回の一件で二つ目の流石のかけらがチキに戻ったわ。このままかけらを集めることができればチキの記憶を完全なものにできるはずよ。ならば問題はなぜその流石のかけらをあのミラージュが持っていたか。番組始まりますよ。もうそんな時間っすか？行こうぜみんな。緊張する。
年度をもって我が社は開局50周年を迎えます。昨今インターネットの普及によって人々が娯楽と情報を得る手段は多種多様となりました。人々の生活形態の変化の中で我々はテレビというもののあり方を見つめ直す必要を迫られております。そこで私はテレビ局同士が競い合うだけではなく協力し合うことも必要だと考えました。その第一歩として各テレビ局の持つ知恵と人材を集結し一大イベントを開催することを決定いたしました。名付けてエンタキングダム。東京の各地でイベントを行い、イベント期間中は渋谷106、大東テレビ、ダイバースタジオの3カ所に常設会場を設けます。渋谷106では畑中八草プロデュースの音楽ライブ、ミュージックフェス。大東テレビではタラチのクエン演出による舞台劇、ミュージカルフェス。ダイバースタジオでは堀野沢信プロデュースのファッションショー、ミューズフェス。さらに最終日にはコズミックエッグで50インテルを総合司会に迎え、芸人たちによるお笑いコロシアムを予定しています。この他にイベント開催中は各地で期間限定の催しを行います。私は音楽からお笑いまで様々なエンターテインメントを多くの人々に楽しんでいただきたいのです。最後にこのエンタキングダムのイメージガールを務めるのはアイドルの織部翼さんです。織部さんにはミューズフェスを皮切りに多数のイベントに出演していただく予定になっております。このような大役をいただき嬉しいと同時にその責任の重さにドキドキと緊張しています。この大きなイベントをより盛り上げるため全力を尽くしたいと思います。とにかく皆さん楽しんでください。それでは皆さんエンタキングダムにご期待いただければと思います。これで翼ちゃんの知名度もっともっと上がるわよ。翼ちゃんはミューズフェス以外にも多数のイベントに出場が決まってるから大忙し。覚悟はできてる？あ、はい。エンタキングダム絶対に成功させます。キリアと守ちゃんはミュージックフェス。分かってるわ。頑張って精一杯歌います。ヤシロくんとエリーはミュージカルフェス。私のハリウッド的演技で全員食ってやるわ。覚悟しなさい、ヤシロ。俺はいつも通り全力を尽くすだけだ。で、トーマくんは中身にあるヒーローフェス、気合い入れなさい。うっす。よし、それじゃ今夜は飲みに行くわよ、みんな。舞子さん、俺たちほとんど全員未成年です。
いらっしゃいませ。お買い上げね。どうもありがとう。この場でつけていくの？とてもよく似合っているわよ。お買い上げね。どうもありがとう。この場でつけていくの？とてもよく似合っているわよ。お買い上げね。どうもありがとう。この場でつけていくの？とてもよく似合っているわよ。お買い上げね。どうもありがとう。この場でつけていくの？とてもよく似。お買い上げね。どうもありがとう。この場でつけていくの？とてもよく似合っているわよ。他に何かあるかしら？
またのご来店、心よりお待ちしているわね。すごいですね。よろしいでしょうか。なんだ。すごいね。お疲れ様です、キリアさん。いつき来ていたのね。今は出番待ちですか。ええ、ミュージックフェスは私個人のライブってわけじゃないから空き時間も結構多いわ。いつきは何をしているの。みんなの様子を見て回ってます。フォルトナのメンバーがいろんなイベントに出てますから。そうね、みんないつきが応援に行くと一層張り切ると思うわ。そうですか。ええ、それと、いつき、ミラージュの動きにも警戒しなさい。これだけ大きなイベントだと、そこに集まるパフォーマーを狙って敵ミラージュが動く可能性は高い。ええ、分かってます。エンタキングダムを成功させるためにも、悪しきミラージュたちの動きには注意していきましょう。はい。こんにちは。緊張します。私の出番はまだまだ先ですが。きっと大丈夫だよ。守りの才能と努力はみんなが知ってる。それに守りは実力が認められたからこのステージに立てるんだ。 ありがとうございます、いつきさん。後で守りがステージに出るときは見に行くからね。見せられるよ。私頑張ります。すごいわね。あ、はい、押さないで。はい、おさら。こんにちは。人気急上昇。オリックスの優
ってる？はい、押さないで。はい、押さないで。はい、押さないで。知ってる？あ、いつきくん、ミューズフェス見に来てくれたの？そうだよ。ありがとう、いつきくん。いつきくんが来てくれるだけでやる気 300%。 それはよかった。今は休憩時間中？うん、今はいろんなブランドの新作発表してる。大きなイベントだからかな、出番以外は結構ゆっくりできるよ。まだ目が覚めないチキちゃんのことは気になるけど、私には何もできないから、今は自分の仕事を頑張るしかない。そうだね。すごいな、翼は。私なんて。それじゃ、邪魔しちゃ悪いし、俺はそろそろ行くよ。あ、はい、押さないで。ちゃんと並んでください。なかなかじゃねえか。にゃんにゃん、よろしく。すごいね。ねえ、あのさ、すごーい。すごーい。おう、いつきじゃない。相変わらず暇そうな顔してるわね。
エリーもね。エリーはミュージカルフェスに出るんじゃなかった？私は暇じゃないわよ。私が出演する回はもう少し後だから、それまでイメトレしたり忙しいの。出演する回？このミュージカルフェス、公演の回によって出演者が少しずつ違うのよ。脚本の内容も毎回ちょっとずつ違ってる。全く同じ公演は二度と見れないの。何度お客がリピートしても飽きさせない。そして人生の出来事は全て一回きりってことを象徴している。そういう趣向らしいわよ。へえ。私の出番の時は絶対見に来なさいよね。それじゃ。よう。ヤシロ、何をしているんだ？青い月か。今はイメージトレーニング中だ。次回の公演までまだ時間がある。ならばその間に少しでも研鑽を積んでおく。すごいな、ヤシロは。至高の演技を見せるため、わずかであろうと手を抜きたくないだけだ。応援してるよ。他人事のように言うのだな、青い月。しかしお前の中に眠る芸能の炎、俺には見えているぞ。お前は俺と同じ次元に立てる人間だ。それは買いかぶりすぎだよ。どうだろうな。いつき、何やってんだ？トーマの応援に来たよ。中日のヒーローショー出るんだろ？おお、サンキュー。やっぱ持つべきものは親友だな。今度のヒーローショーは大人も子供も楽しめる最高のステージにしてやるぜ。ああ、ヒーローショーの時以外は特に決まった用事があるわけじゃねえから、何かあったら呼んでくれ。わかった。その時は頼むよ、トーマ。すごい！
ってるかしら。あら、いらっしゃい。お買い上げね。毎度あり。ここで着てっちゃう。さすが、よく似合ってるね。他には何かある？ふっふっふん。どうする？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 他には何かある？また来てね。バーイ。ほほほ、いいかい？ねえねえ。こんにちは。よろしいかな？あら？
あと5年まだ起きてないか。お兄ちゃん、チキ、チキはずっと眠ってたんだ。大丈夫？ちゃん、思い出したよ。私、思い出した。思い出したって、記憶が戻った？うん。全部じゃないけど、いろんなことを思い出した。龍石のかけらが戻ってきたから。お兄ちゃんは5年前の事件を知ってる？たくさんの人が消えちゃった事件。綾葉さんが巻き込まれた事件だっけ？あと、キリアさんも。私、あの事件のことを知ってる。あの時、あの会場で何が起こったのか。本当に？あの事件は、ガーネフが一度にたくさんの人間を連れ去るために起こしたの。ガーネフ？うん。闇の司祭って言われてたよ。すごく強くて、すごく悪いやつ。何のためにそんなことを？ガーネフはお兄ちゃんの世界の人たちを自分の魔術に利用しようとしたの。私、ガーネフを止めようとしたんだ。でも、できなくて。その時、俺はチキに助けられた。ヤシロ。思い出したよ。ヤシロお兄ちゃんはあの時の男の子。大きくなったね。チキ、長かった。お前に再会できるまで、5年かかった。5年前、ガーネフはコケラ落とし公演、ハインリヒの長き巡礼で主演だった俺の父の体を乗っ取った。ガーネフは会場にいた人間をイドラスフィアに転送し、その場にいた俺も転送された。あの時、私がもっと早くたどり着いてたら、翼お姉ちゃんだけじゃなくて、もっと多くの人を助けられたのに。翼が無事だったのはチキのおかげだったんだ。でも、たくさんの人が。チキ、お前が気に病むことではない。すべての元凶はガーネフだ。あいつはイドラスフィアで何か奇妙な儀式のようなものを行っていた。おぞましく、まがまがしい儀式だ。きっとそれは暗黒戯曲だよ。暗黒戯曲？5年前の事件は、ガーネフが暗黒戯曲の魔術をやるために起こしたの。暗黒戯曲は、世界を滅ぼすと言われる恐ろしい儀式。世界を？そうだよ。暗黒戯曲によって呼び出される竜、暗黒竜によって世界は滅ぼされるの。暗黒竜。暗黒竜はすごく強くて大きくて怖い悪い竜族の王様。5年前にガーネフがやった儀式、暗黒戯曲は暗黒竜を呼び出すための儀式だったの。ううん、5年前だけじゃない。遥か昔にだって、私たちの故郷を支配して暗黒竜を呼び出そうとしていたんだよ。私たちの故郷を。私たちの世界はずっと戦争が続いてて、みんな戦うための姿に変わっていったの。そういう世界だったから、みんなで力を合わせればガーネフをきっと止められるって。たくさんの人がね、ガーネフを止めようとしてたんだよ。
ガーネフは止められたのか。たくさんの、本当にたくさんの人がね、力を合わせたんだけど、できなかったの。その後、私はあの世界とお兄ちゃんたちの世界の間にあるイドラスフィアに転送された。それじゃあ、私たちの世界は？私はその前にイドラスフィアに転送されたから、わからないの。でも、一度ガーネフの暗黒戯曲を見ていたから、5年前のこけら落としの事件に気づけたんだよ。5年前の時、もしガーネフが暗黒戯曲を完成させてたら、この世界は滅んでたかもしれないんだから。5年前の事件の時は、どうして儀式が完成しなかったんだろう。父が儀式を止めたんだ。当時、ガーネフは父をよりしろとしていた。父はガーネフに抵抗し、命を落とした。私がガーネフに負けそうになった時、ヤシロお兄ちゃんのお父さんがガーネフを止めてくれたの。父はガーネフに襲われそうになった俺を助けるために自ら命を絶ったんだ。ヤシロ、最近起こっている芸能人の失踪やミラージュが起こす事件はガーネフが裏で糸を引いている。ガーネフはまだ儀式を、暗黒戯曲の実現を諦めていない。ガーネフを探し出し、父の仇を討つ。そのためだけに俺は今まで生きてきた。5年前、よりしろだった父を失ったガーネフは今は別の人間をよりしろにしているはずだ。ガーネフは誰をよりしろに？わからないの。思い出した記憶はほんの一部だけだから。チキの記憶が完全に戻れば、ガーネフのよりしろについてわかるかもしれないな。そうかもしれない。まずチキの記憶を取り戻すことを優先しよう。チキ、教えてほしいことがあるのだけど、いいかしら？うん、いいよ。その世界での私たちは。あチキ、大丈夫だった？うん、私は大丈夫。でも、なんだかすごく良くない感じがする。良くない感じ？ブルームパレスで地震だと？トピックだ。コズミックエッグが膨らんでいただと？何が起きている？よし、じゃあすぐにコズミックエッグを調べに行こう。みんなもそこに向かってるはずだし。お疲れ様です。確かに
コズミックエッグが膨らんで巨大な卵みたいになってる。後楽園でディアマージュショーを見てたらいきなりコズミックエッグが膨らんでどんどん嫌な空気が集まってくるの感じました。バリーが近くにいたおかげですぐに気づけてよかったわ。小さなお友達を危険から守るのは私の使命です。あとはイツキたちに任せますから頼みましたよ。わかりました。みんな注意しながら中に入ってみよう。ひどくまがまがしい気配を感じるわ。どうやら膨大なパフォーマがコズミックエッグに流れ込んでいるようだな。なんだこのバリアっつうか結界みたいの。これじゃ先に進めねえじゃんか。チキに相談しに行こう。さっき目を覚まして少し記憶が戻ったみたいなんだ。ツキ、指揮者は冗談でしょ。そう、大きな卵みたいになってたんだね。早くなんとかしないとヤバそうなんだが、バリアっつうか結界みたいのがあるせいで先に進めないんだ。それで困って戻ってきたんだけど、何か手はないかな、チキ。流石のかけらを使ってるのかも。流石のかけら？うん、流石はもともと私のだからなんとなくわかる。少し前から私の流石を通じてコズミックエッグにたくさんのパフォーマが集まってるみたいなの。多分だけど集めたパフォーマの一部を結界にしてるんじゃないかな。そんな使い方を。敵が流石のかけらを持っていた理由はそれか。それじゃすぐに探しに行くわよ。流石のかけらを手に入れればチキの記憶も戻るし敵の目的は阻止できるし一石二鳥じゃない。うん、最後の流石のかけらがある場所ふわふわしてるけどなんとなくわかるよ。パフォーマの流れを感じ取れれば。ここはテレビ局？守りちゃんが歌ったところのイドラスフィア大東テレビのスタジオです。大東テレビのイドラスフィアにある流石に向かっていろんなところからパフォーマーが集められてる。パフォーマーが集められてる。一体敵は何を。行って確かめればいいだけだ。ヤシロ、力を貸してくれるか。何を今さら。
俺はお前と共に戦うと決めたんだ。言われるまでもないだろう。ヤシロみたいなすごいやつにそう言われるとちょっと照れくさいよ。己への過小評価は成長の妨げになるぞ、青井樹。お前は数々の表現者に付き添い、いい影響を与えてきた。お前こそが皆の導き手だ。そのことを正しく自覚しろ。俺がみんなの俺のパフォーマー。お前も一流の表現者だということだ。そうなのかな。ヤシロお兄ちゃんが言ってた通り、お兄ちゃんにはもうそれだけの力があったんだよ。そのことをお兄ちゃんが自覚したから新しいパフォーマーが出てきたんじゃないかな。これまでの積み重ねの結果だ。お前はただ受け入れればいい。受け入れる。お兄ちゃんにはみんなを導く、みんなの気持ちをまとめる力があるんだよ。じゃあ早いとこ敵さんの野望を打ち砕きに行こうぜ。ああ、ガーネフはすごく強い。みんな無理はしないでね。みんなが傷ついたら私悲しいから。分かってるよ。チキを悲しませるようなことはしないから。それじゃあみんな龍石のかけらを取り戻しに行こう。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。いくよ、レディアントユニティ。クロム、イツキ、響いているか。そんなこと思いもしなかったよ。そういうことは自分ではなかなか気づかないものだからな。そういうものかな。いつき、今手に入れた力があればきっと道を切り開いていけるはずだ。行こう。龍石のかけらを取り戻すためにも急がないと。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。いくよ、レディアントユニティ。ナバール、ヤシロ、
メイジング。なるほどな。他にご用は？これでいいかな？それじゃあユニティするよ。行くよ。カルネージユニティ。カルネージフォーム。今作ったカルネージ、ここでもう装備しちゃう？これでいいかな？それじゃあユニティ行くよ。カルネージユニティ。ナバール、俺に力を貸せ。次はどうしよっか。パフォーマーが集まったらまた来てね。いつきくん、ちょっとこれ。剣社のシークレットライブを開催する。参加できるのは強大なパフォーマーを持つ者のみ。僕にふさわしい大舞台で君たちを待つ。社、これはどういう。僕、ヤシロ。何でもない。大東テレビに急ぐぞ。